こんばんは、キリュウです。ラットです。オンジェ歴史はエンターテイメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。 今日はね、越前の戦国大名、朝倉義景についてお話ししたいと思います。私はね、個人的にね、この人は三国志の炎章とそっくりの人だって思ってるんですよね。炎章さんをよく知ってるわけじゃないんですけれども、どこがそっくりなのか教えてください。<laughs> えっとね、まずね、名門のね、出身なのに、優柔不断なんですよ。で、そのせいで、お家を潰しちゃったっていうところとか、後で話しますけど、せっかくのチャンスを息子ちゃんが大事なあまりに逃 かなり、ね、重なり重るる部分があるんですよね、まあ、戦国大名の中では全然かっこよくないブルーに入る人物かとは思うんですけれど今川義元みたいにね今までは情けない描かれ方してたけど本当はすごい人だったんだよみたいに見直されて来てもいない東方な人物ではございます逆にそれはそれすごく気になります <laughs> ありがとうございますえどうも私ってねかっこいい人とかもいいんだけど情けない人とかさむっちゃ癖があるとかさそういう人がちょっと好きなんでね <laughs> 今日はそんな朝倉義景の母人生についてお付き合いいただければと思います。さて、朝倉義景。生まれたのは天文2年、1533年のことです。織田信長より1個年上になります。で、朝倉義景は越前の名門、朝倉市の第10代当主である朝倉隆景の長男として誕生しました。 朝倉仕掛けがね、生まれた頃、朝倉市っていうのは、まあ、本拠地の一条谷が北の京、北の方にある京都だって呼ばれるほど繁栄を見せていて、文化的にも非常にハイクラスな国だったんですね。 で、その朝倉氏の大繁栄を生み出したのは、吉陰のパパの高陰じゃなくて、実はね、朝倉総敵という人物だったんですね。で、朝倉総敵という人は、朝倉吉陰の曹祖,祖父、ひいじいちゃんにあたる朝倉氏陰の 弟さんです。<laughs> つまり、朝倉氏影っていうのが、朝倉氏の八代目に当たる人なんですけど、朝倉総敵は八代目当主である兄の氏影、その息子の九代目当主の貞影、さらにその孫になる十代目当主の高影、そして、ひ孫に当たる今日の主人公である十一代目当主の吉影まで、なんと四代にわたって、 で、使えたという宿老だったんですね。しかもこの人ね、数々の武功を立てましても、近隣一円に武名が鳴り響いているほどの強い武将でもあったので、お周りの国なんかはね、いや、朝倉総敵がいるから、越前には攻められないとかっていうふうに言ってたりなんかしたわけなんですね。後ろがちょっとうるな <laughs> のでね、宿老、古参の家臣というよりは、朝倉氏の影の当主って言っていいほどの実力者だ で、この越前の朝倉市の一条谷が大繁栄したのも朝倉総敵がいたからと言っても過言ではないかもしれません。だもんでね、天文17年、1548年にお父さんが亡くなって朝倉義景がわずか16歳で朝倉市の11代当初になったんですが、でも総敵がいるから大丈夫っていう感じで、全然その時は安泰だったんですよ。ところが、その朝倉家の大黒柱とでも言うべき朝倉総敵が孝次館。 1555年に亡くなってしまうんですね。この時、朝倉宗敵はね、加賀の一向一揆の討伐に出かけたんですが、なんせもう79歳。お年ですからね。人中で病気になっちゃって、養生のために一条谷に戻ったんですが、そのまま亡くなってしまった。 だからといって、朝倉氏は名門ですから、総敵が死んだからってすぐにどうこうなるっていうことはなかったんですね。それどころか、060年、1567年には、足利義明が越前に転がり込んでくるというね、ラッキーなことも起こっております。足利義明さんって古田新さんがやってたやつですよね。あの人が来たら、なぜラッキー だって足利義明を手中に治めれば、うん、彼を奉じて上洛して将軍にすることで将軍の貢献役っていうのが転がり込んでくるわけですよ。戦国大名にとってこんなおいしい話はないですからね。でも古田さんを今日に連れて行ったのは信長さんだったんじゃなかったっけいやそうです信長さんです。<おー> <laughs> 実は 朝倉義景。このせっかくのチャンスを生かせなかったんですよ。この時ね、朝倉市って 反繁栄はしてたんですけど、家臣の裏切りがあったり、で、その家臣が加賀の一個一揆を手を組んで、一揆を攻めたはいいんだけど、泥沼化しちゃってっていうんで、それをね、足利義明に仲裁してもらって、なんとかは僕するみたいな感じで、まあやっぱり、総敵がいた頃に比べると、明らかに弱体化していたんですね。まあ、ダモンでね、足利義明を奉じて上洛したって、前回も言いましたけど、今日にはね、別の将軍候補を用している三好三人衆とかい いるわけなんですよ。だから朝倉義景にしたら三好に勝てるかな？勝てなんじゃないかなって迷っちゃって上落するという決断を下せなかったんですね。この人、ちょっと優柔不断なところがあるんでね。迷っちゃってなかなか決断できなかったっていうね。さらにちょうどこの頃、吉影の息子が急死してしまったんですね。義景はこの子とーっても可愛がっていたので、もうすっかり気落ちしてしまって。まあちょっと上落する気になんかなれません。っていう感じになっちゃったんですよね。この はね、三国志演義の袁紹にそっくりなんですよ。くーさんご存知だと思いますけど、そうでしょ。<や> <laughs> 知らん、忘れちゃった <laughs> つまりさ、曹操に攻められた劉備が炎章に救援を求めたのに、今息子が病気なんで戦う気になんかなれないって言って、こう援軍を送らなかったせいで劉備が負けちゃって、最終的にはね、炎章は曹操に滅ぼされちゃうっていう話なんですけど、浅倉義景の方も、息子が死んじゃって上洛する気になれないって言って京都にね、兵を送らなかったせいで、足利義明に見限られて、最終的には信長さんが義明を放じて上洛することになっちゃったわけですね。 だからこの時、朝倉義景が止めたのに、足利義明が強引に事前を出て、信長の元に走っちゃったもんで、義景の中に信長へのわだかまりみたいなものが生まれちゃったりもしたんですよね。なので、上洛した信長に、朝倉も上洛して、新しい将軍に挨拶しに来いって言われた時も、嫌だよって行かなかったんですよ。それで信長軍に攻められることになっちゃったわけです。上洛しないと攻められてしまうものなんですか うん。上洛しろっていう命令は、実質は信長さんが出してるんだけど、一応将軍の命令なわけですよ。なのにそれに従わないってことは、将軍に謀反する気があるんだって思われても仕方ないので、討伐対象になっちゃうんですね。つまり、足利義明を奉じて上洛するメリットってのは、ここなんですよ。自分に従わない相手を将軍の命に背いた謀反人だって、大義名分を掲げて攻め込むことができちゃうわけなんです。 でも、浅倉義陰にしたらさ、上洛しろっていう命令は、実際は信長の命令なんでね。だから、名門浅倉氏の自分にしたらね、今川家を倒してさ、急にブイブイ言わしてるんだけの、そんなポットでの信長なんかに従うなんて嫌だよ尺に触るよってことで、上洛しなかったみたいなんですよね。さっきも言った足利義明の上洛に関するわだかまりなんかもありましたしね。それで、信長に討伐されることになっちゃったんですが、この時の戦いは、浅井長政の裏切りで逆に、 に、信長さんの方が金ヶ崎の軒口って人生最大の危機に陥っちゃうんですけど、まあその戦いについては別にちょっと詳しくお話したいと思います。ただね、この金ヶ崎の戦いの時も朝倉義景がこう。浅井長政がせっかく信長が裏切ってくれたんだから、すぐに反撃して信長を討ち取っていたら、信長さんは天下人になんかなれなかったはずなんですよ。でもなんせ。朝倉義景って非常に腰の重い優柔不断な人なもんで。あっ 信長逃げてった。よかったって。そこで、ほっとして落ち着いちゃって、追撃しなかったんですね。で、信長を裏切った浅井長政にしたらさ、おい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 、今信長撃たないでどうすんだよって感じだったと思います。なんだってね、あの信長さんを裏切ったんだから、ここで命を奪っておかないと、どんなひどい目に合わされるか分かったもんじゃないですからね。めっちゃボッコボコにされそうですもんね。そう、5メーと。<laughs> 実 二ヶ月後、この浅井長政と朝倉義景は姉川の戦いで信長さんに負けて痛い目に遭っちゃうんですけどね。 ただまあ、姉川の戦いで、信長さんに負けたとは言っても、国が亡くなるような壊滅的な打撃を受けたわけではなかったんですけどね。でね、実はね、姉川の戦いと同じ年に、朝倉義景の側室の小少将っていう女性が、愛王丸っていう男の子を産んでいるんですが、義景は愛王丸を溺愛しまして、可愛い,い息子を産んでくれた小少将の言うことを何でも聞いちゃうようになっちゃうんですね。ほら、前の息子が死んだ時も悲しみのあまりじ 上落できなくなっちゃったくらい愛情深い子煩悩な人物だったんで今回子供が可愛いあまりにそのお母さんの言うことを何でも聞いちゃうってう感じになっちゃったんですけど家臣にしたらたまったもんじゃないですよねでもねこのね故障症っていう女性は実は前の男の子が死んじゃった悲しみのあまりに朝倉吉影がも全然セーブを見なくなっちゃったもう俺何もできないとかって,言って何もしなくなっちゃったんで困り果てた家臣が新しい子供が生まれればちゃんと仕事してくれるかもしれないって思って美人の彼女を 仕掛けに進めたっていうものだったんですよねでもさ子供が 死んで悲しみのあまり仕事をしないというのはまだいいとしてもまだ新しく子供が生まれたら今度はその子を出来合いするあまりにその母親の言うことを何でも聞いて今度は即質が政治に介入してきちゃったわけでしょそれは家臣もね呆れて見限りますよねダメダメですダメダメなんです <laughs> でもねその後もすぐにね滅びちゃうってことはなくて織田信長法院門って言ってね将軍の足利義昭と決別しちゃった信長を封じ込める一角の優としてねかなり かなり大事なポジションを締め続けたりはするんですよ。 ね、その時もね、絶妙に間の悪いタイミングで兵を引いちゃったりして、武田信玄に、なんで今に行くんじゃお前はバカかって呆れられたりとかね。ダメダメはダメダメなんですけどね。そんなこんなで、家臣にも見かけられちゃって、最終的には天正元年、1573年に信長に本拠地の一条谷を攻められて負けてしまうんですけど、その時も、主だった家臣に、急いで兵を出し信長を防げって命令したんだけど、いやー、ちょっと疲れちゃってて いけませんとかって次から次へとね、主人を拒否されちゃうんですよ。で、なんとかね、かき集めた兵でうっ。 で、すがままあまあ叶うわけもなくで逃げてる最中もね、どん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 味方にね、見捨てられちゃって、ついには側近10名ほどになって、やっとの思いで一条谷に逃げ戻るっていうね、そういうありさまだったんですけどね。ところがそうやって逃げ戻った一条谷でも、守備を任せていた兵たち、その将のほとんどが逃げ出しちゃって、朝倉義景が兵を集めようって言って命令しても、いとこの朝倉景明ぐらいしかやってこないという手たらくだったんですよ。それでもなんとか、道運寺にの 近くくのの、ね、平泉寺っていうのにお宅の総兵貸ししててださいよておいよっ願たんですよねでも、この時、平泉寺もすでに信長さん側についていて、逆に道運寺を攻めるっていうね、そういう風な始末になっちゃうわけなんです。なので、しょうがなく、道雲寺も捨てて、味方になってくれたいとこのね、朝倉影明に言われるまま、今度は、賢章寺ってところに逃げ込んだんですけど、なんと、朝倉影明もすでに信長方に寝返っていたんですね。足利義景裏切られまして 5時まで責められるという事態に陥っちゃうわけなんです。ここまで味方に裏切られ続けて、朝倉義景もとうとう心が折れちゃったんでしょうね。この憲章寺で自刃して自ら命を絶ったのでした。享年41でございました。 まあね、いろいろとダメダメなところがあったけど、最後は自分で命を絶ったっていうのは、その時代としては良かったかな。そこだけはね、戦国武将らしい最後だったかなと思いますね。わかんないけどね、みっともなく死ねないの誰かが解釈してくれたのかもしれないけど、一応はかっこよく死んだということにはなっております。 ということでね、今日は金ヶ崎の戦いで、信長さんを今一歩のところまで追い詰めながら、見逃してしまった爪の甘い朝倉義影の徒歩ほ,ほな人生をざっくりとご紹介してみました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。Twitter もやってます。メンバーシップもやってます。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。 そういえばさ、朝倉義景とお市さんの旦那さんの浅井長政って、この金ヶ崎の戦いで信長さんをひどい目に合わせちゃったもんだから、信長さんがものすごく二人を恨んで、蝉滅ぼして殺した後、そのシャレ神戸、ドクロに漆を塗って、 で、主記にして主演でみんなに飲ませたっていうエピソードがあるんです。すっごく有名なね。で、これって割と、信長さんの残忍性とかさ、怖さみたいなのを強調するエピソードとして、あの、レジェンダーバタフライなんかでも出てくるんですけど、そういう感じで描かれることが今まで多かったんですけど、最近ではね、信長さんが残忍だったからっていうよりも、むしろ いわゆる手球を供養するっていうのを何度もこのね動画で話してたと思うんですけど首供養の一種だったんじゃないかっていう説が出てて記録には二人のシャレコーベに漆を塗ってみんなに見せた。 っていうのは出てくるんだけど、酒入れて飲んだとかそういうの出てこないんで、もし漆塗りにして見せたっていうんだったら、首を漆塗りにっていうのを高いですからね。で、みんなに供養のために二人ね、首を取って成仏してくれみたいな感じでやったんじゃないかっていう説も出てきてるんですよね。なのでね、信長さんの残忍性のアピールで、まあ、今回出てくるのか、あるいは首供養っていう最新の説で出てくるのか、ちょっとわかりませんけどね、そこも今後の見どころになってくるのかもしれませんね。 あれ神戸がどうなるか楽しみにしておきます。うん、岡田君古田新太を裏切るの。えっとね、どっちかっていうと古田新太に裏切られるの。<ー> <laughs> だよね。で岡田くん 一応信長さんはは裏切られるとすごい文句言ったたりはしてたのねお前将軍なんだからもっとちゃんとせえよってすんげえ文句ばっかり言ってたんだけど、裏切られるとは思ってなかったんで、割とね、信長ってね、人信じやすいタイプで、だってほら、弟の浅井長政も裏切られてるし、それからその将軍も信じてたもんだから、あんだけのことやってたから裏切られるよねって思わずに、え、なんで裏切ったのって思ったらしくて、それでなんかこう逆に憎さ100倍みたいになっちゃうっていうのが結構多いんですよね。 なのでね、岡田くんの信長だと、裏切るのも見越した上で、みたいなになるのかもしれないけどね。一応最近分かってきたところ、信長さんは割と簡単に裏切られる人だよね、みたいな感じ。<laughs> その辺なんかはね、以前の麒麟が来るの、人の心が読めない、染谷くんの信長っぽいなーっていうのはあったりもするんですけどね。まあ今までの信長のイメージだと、岡田くんみたいな感じでね、すごく分かっていて裏切られるみたいなところもあるんだけども、ただ、浅井長政の裏切りは、さすがの信長さんもそうです 想像つかなかったっていうことでね。その動画、はまた今度ね。お話ししようとは思いますけどもね。なんかかわいそうやね。今回浅井長政のこともすごい信用している。兄弟って言ってたし、うん。古田新太のこともあの人はすごい人だと褒めてたの、ね、に、うん、それかわいそうね。ちょっとね。まあでも。 今回の信長さんんもさいい人なんだよね家臣たちがさ平岩近保とかさあの辺がさ「行ったか行ってないかどうせ俺たちの顔なんて覚えてない」とかって言ってたらしっかり覚えてて帰ってきてさ「うん、いやほっといて悪かった今度ちゃんと主演開いてもてなすからな」とかって「うん、あの怖い顔で怖い声で言うからさ怖いけどすごい言ってることはいい人だよね」みたいなずーっとなんか清洲城の正体の時からいい人キャラなんだよね実は。岡田信長は好ねい <laughs> いですよね。